天野井さんの話が本当ならひどい話だ。でも相手も一族の存亡をかけてる、綺麗事だけじゃないってことか。一族のために複数の男性の子を産まないといけない。いや、俺も俺一人で複数の女性と関係持っている時点でお前が言うな、ってところはあるからな。そこに関して俺は何とも言えないのだな。とりあえず今日はこの子を預かっててくれる。明日またここに来るわ。放火さんはなんで奏さんを引き取らないんですか？引き取れないのよ。独身だしね。それにもうこの子も二十歳。独立してから保護するのが無難だったしね。まあ、一番の理想はこの子が異性を見つけて結婚してくれることなんだけど、それだとあと少なく見積もっても3年以上はかかりそうだしね。こんなご時世で結婚って至難の業じゃない。経済も世界テロで大混乱。今は生きていくだけで必死な状態。だから今は保護で十分。それともあなたがこの子の特別な人になる。まさか。冗談よ。それはこの子が選ぶこと。そこまで私は関与しないわ。でももう待っていられない。悪心教がこの子に気づいた。だから明日、私がその子の施設に行って、話をつけてくるわ。でもさっき引き取れないって。まあまあ、とりあえず一度こっちに顔出してから施設に行くわ。奏さんと話しておきたいしね。それじゃあ、あまり夜更かしはしないことね。何か考えがあるのかな。とりあえず俺も寝るか。というか、みんなを待ってて、そのままこうやって寝てるけど風呂入ってなかった。おしね、いや、確か今日は石化とソフィアは月下のところに泊まってるんだろう。それでこのおさって。東京来た時は確か6人だったのに。今は最大15人？おかしくね。しかも全員が女性、もう俺別の宿探そうかな。にゃ？ん、あれ、ここは、ことかさん。ってことはここはことかさんの部屋。うん、意識がはっきりしてないけど。なんか匂う。なんかヘドロ、生臭い、獣臭い、ゴミ捨て場みたいな匂いがする。少し脱衣所をお借りしましょうか。それで宿の浴衣などお借りできれば。できればお風呂も入りたい。まだお風呂のお湯あるかな。シャワーだけでもいいのだけど。ここですね。とりあえずみんな寝てるようですし、静かにしないと迷惑になりますね。キリア先生、心配してますよね。明日朝になったらすぐに連絡しないと。俺と天野井奏の出会いは、俺史上最悪の出会いだった。目が覚めたようで何よりです。はい。あの、見苦しいものをお見せしてしまって申し訳ないです。え？なんで捕まえんの？普通に逃すでしょ？初めて生身で見た。これが男性のガネーシャ。そのときめきは何だろう。間違いない。私はきっとこの人のガネーシャに一目惚れしたんだ。むちゃくちゃ出てくるじゃん。普通逆じゃね。俺がラッキースケベするんじゃなくてされる側？どうなってんのさ。どうしました？お気になさらず、後できればもう少し近くで観察したいのだけど。いやよ、なんで初対面の女性の人に俺のを見られないといけないんだよ。大丈夫です。ガネーシャに粗相はしません。おめ、怒られるぞ。象の神様を男性の仏で例える奴がどこにいるよ。私、なんちゃってシスターなので。余計ダメだわ。神への冒涜の中でも極悪クラスだわ。俺なら間違いなく怒るね。わかりました。私も飲みたいのですね。そうですね。見るだけで悪行性というもの。平等であるべきなら私も脱ぐのが筋。そう言いたいのですね。言ってねえよ。一言も言ってない。むしろ何をどう解釈した？安心してください。私は理解のある女です。こういうこともあろうかと日頃のケアを行っていてよかったです。怖い。今女性の性犯罪の被害者の気持ちがわかった。それは怖い。ごめんね。理解が遅くてごめんね。いやあ、私初めて男性のものを見るのですが、なぜでしょう。高揚感が止まりません。もしかすると見るのが好きなのかもしれません。ですが安心してください。私、見られるのも全然問題ないので、むしろ見られて恥ずかしい体を持ち合わせてないと自負してるまであります。チンっぽい自信、だけど特に見たいと思ってないから大丈夫です。というかいい加減パンツを履かせて。何事？大丈夫パト君。あ。ヤマタノオロチン。言わせねえよ。そこのあなた、パト君が嫌がっているでしょう。その手を離しなさい。私の目の前にいるバハートさん、まず私の物を凝視するのをやめなさい。一切目線動かさないじゃん。このガネーシャは渡しません。この泥棒猫、あなたこそヤマタノオロチを離しなさいよ。お前ら、俺のもので争うな。というか変な名前つけるなよ。ほら、二人ともパトから離れる。もうパトの悲鳴が脳内でガンガン響いて寝れないんだよ。パトの物ぐらいで騒がないで。俺の声で起きたんじゃないのか。カナの起きる基準が未だにわからん。とりあえず二人ともパトから離れる。パトもお風呂出たばっかだし、そこの人も今からお風呂使うんでしょ。ならさっさとやる。明日もやることいっぱいあるのに、勘弁してよね。ごめんなさい。反省してます。
謝罪してるのにこいつら、目線を一切動かさないぜん。死にたい？そんな強烈な出会いをした俺はこのまま問題に巻き込まれるとは予想もしなかった。なってるけど。興味ないね、俺、弱心を意識なやつだけちゃんと設定してるから。仕事なら問題でしょう、出なさい。はいはい、上層部が後ろにいたら面倒で仕方ないわ。はい、こちらバンド、シャットダウン。ベテラマです、シルロッチェさんはいますか？おいおい、俺の電話にかけてきておいてそりゃねえだろ、でどうした？応援頼めます、東京まで来てもらいたいんですけど。25億だな。それでいいのなら前払いで大丈夫ですけど。ああ、ならやってやる。金をケチる奴は人としての器も小さいからな。今お前は25億の器ってことだ。はあ、それでとりあえず日本時間で7月18日までに東京に来てもらいたいのですが。オーケーオーケー、日本とか行ったことないけど楽しみにしとくわ。シルロッチェ、次は日本。ああ、ジャパニーズ忍者とかサムライって言うんだっけな。私も行こうか。いいな、仕事のダメ出しばっかりされそうで面倒だ。俺一人で行く。今の東京には世界の実力者が集まっている。仕事が雑なシルロッチェを野放しにしてもいいものか。仕方ない、干渉せずに見ていようか。というかあいつ、集合場所とか任務内容とか全然聞かずに電話切ったけど、大丈夫なのか。内容を聞かずに切ったんだが、かけ直しても取らないし、これは東京に着くまでの仕パターンか。まあでも、情報によるとあの雑誌を天の絵がターゲットに今晩接触したらしいからな、シルロッチェじゃないと俺だと荷が重すぎる。とりあえず放置しておくと常にターゲットと天の絵がセットになる可能性が高い。そうなると俺のリスクが増えるだけ、まだ整っていない間にこっちも行動しないとな。まさか、天の絵隊長も狙っていたなんてね、PL にしか興味ないと思っていましたよ。私は別件です。あなたみたいに発情して煩悩だけで来てるんじゃありません。よく言いますね。昨日酔った勢いで求愛してたくせに。なぜそれを。あ、パトが天の絵さんに求愛されてる。何ですと？まったくまさか天の絵隊長が参戦してくるとはね。やっぱり試合中のハブが決め手ですか。あ、あれはスポーツマンシップ的なあれで、別に。本当ですか。今まで見たことないくらい恋する女の顔になってましたよ。気のせい、とりあえず私用事あるから、その話は後で。すごいですねご主人、地球防衛軍の女性隊長2人を夢中にさせてるじゃないですか。知らないよ、俺何もしてないし。昨日捕らえてた人も惚れてましたし、どうしたのでしょうね。そうなの、モテキってすごいな。2年前なんてゴミを見るような目でしか見られたことなかったのに。それは被害妄想ですね。実際は見向きもされてませんでした。被害妄想な上に自意識過剰のダブルパンチ。とりあえず要件が終えたら訓練場に来てくださいね。昨日、夜遅くまで寝ると相談していたんですから。ああ、悪いね。それまでそろそろこっちに帰ってくるせっかたちの面倒を見てて。わかりました。ビシバシ伝えますよ。はい、バハートさんはこっちです。ご主人の従属に入るならしっかり私の目的に協力してもらいますからね。ああ、今日一緒に訓練しようねー。あいつ俺の従属とかってやつに入る話したんだよ。聞いてないぞ。はぁ、カナデさんならまだしもバハート隊長の恋愛なんてどうでもいいのだけどねー。あ、あの大岡さん。どうしたの、何か進展あった？進展あったというか、めんどくさくなったというか。はっきりしないわね、とりあえず部屋まで行くわ。それで、どうですか？私をあなたのハーレムに加える気はないですか？もちろん世界復興の仕事もご協力いたします。ぜひ私を。いや、だからさ、俺はハーレムなんて作ってないし、そもそも会社経営とかしてないよ。本当に慈善活動で、報酬金もどうしてもってやつをもらってただけで。ですが、この大人数の女性を養う力があるのが事実じゃないですか。びっくりしました。まさか10人もいるなんて。いや、それは別に訳があって。もう私、あなたについていくと決めました。乳首を縦に振るまでは離れません。次だろ、どきつい下ネタをナチュラルにぶっこんでくるな。ごめんなさい、パトくん。私の責任ですけど。今は知らないふりしておきます。え、私が帰った夜中から早朝の間に何があったの？ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。
次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。